K-1 スーパーライト級王者ゴールデンフィスト山崎秀明選手、えー、こんにちは山崎秀明ですえー、っとそうですねまあ、えー、原口選手と試合できるということで、えー、非常にワクワクします、えー、まあ、寸前の試合でちょっと、えー、ポシャってしまったんですけど、えー、原口君申し訳ない えー、まあでもまあどこの看板せよってやってるかっていうのを、えー、しっかりここで証明したいと思ってます、えー、まだまだ僕は65キロで、えー、まあ K-1 で最強のつもりでいるんで、えー、まあ原口という男としかできない、えー、試合というのをしっかりお見せしたいと思ってますんで、えー、そこでしっかり完膚なきまでに叩きのめしたいと思ってますよろしくお願いしますでは原口健人選手お願いしますライズファイターの原口健人ですそうですね東京ドームちょっと僕 関西に住んでるんで入ったこともないし見たこともないんでちょっと実感がまだわからないんですけどまあでもその大きな舞台っていうのは誰が聞いてもわかると思うんでそこに関してはめちゃめちゃワクワクしてますねでまあ山崎選手なんですけど僕がデビューする前からずっと見てる選手やしまあ新成形は昔言ったことあると思うんですけど新成形1で一番好きなファイターやったしずっと強いなと思っててやるなら山崎さんがいいなって思ってたんで僕はめちゃめちゃ 嬉しいですね、うん、前回の試合でちょっとチャンピオンじゃなくなってしまったんですけどまあそんなことはどうでもよくて僕がやりたい人とやれるんですごくワクワクしてますまあ山崎秀明という選手と、まあ、めちゃめちゃ盛り上げて メインにつなげたいなと思ってます。はい。まずまあ、えー、ライズを代表する選手で、まあすべての、えー、パラメーターが高い選手だなと僕は思っています。まあ攻撃もスピードもまあディフェンスもしっかりできる選手だなと思っています。えー、まあナスカ天心選手に次ぐ、えー、まあライズの代表選手になっていくのかなと思いますし。 またそこに競合相手にも世界王者にもやっぱり果敢に挑んでいく強さにまっすぐな選手だなと思っています、まあねえーまあ、そういう選手とやっぱり高いところで高い技術で思い切ってぶち当たれることを今は非常に楽しみにしています、まあえー、僕の原口選手の印象はそそんなところですそうですすうね、えー、テクニックを全部潰すようなパワーそしてその中で細かいテクニックが。 めちゃくちゃゃくあるんで、まあ、僕はテクニック、まあ、どっちかというとテクニックのファイターなんですけど、まあ、みんなこのテクニックがあるから山崎選手には勝てるみたいな感じで対策はしてると思うんですけど、まあ、それをねじ伏せるようなパワーがめちゃめちゃあるんで、うん、だから本当に、まあ、僕も同じようにパワーに見えて全部できるような選手かなと思います。